ってみた第一巻。主人公はプロゲーマーを目指す最強ゲーマー。毎日ゲームをやっていた彼に不思議な力が宿る。なんとゲームのキャラだけでなく人間自体も操作できるように。鍛え上げられたゲームテクニックを駆使してパートナーのミコと一緒に凶悪な妖怪たちを退治していくぞ。その他にも脱獄ごっこ第3弾ではカラフルピーチが登場。主人公ダッシュとカラフルピーチの激しいバトルが繰り広げられるぞ。さらに忍者第7巻ポケットモンスターアニキ編最新巻も。どの作品も要チェックだ。じゃじゃーん、こっちどれ読みたいの？ぶそれも全部よ。だよねー。さあ、子供のみんな絶対読んでおこう。お次はリュウナ。今週からお友達大興奮の新たな戦いがスタート。お前らあの先生も出てくるからな。強くなるためには常に己のデッキを強化し続けることが大切。そのためにはいかにお目当てのカードを手に入れられるかにかかっている。出た、ディエマ抜き抜きレボリューション。ムキムキに挑戦するのはカズマ君とスバル君。バルカ、大量のパックを用意したぞ。全力で取り組みしよう。この後大ハドモが全力でムキムキにチャレンジ。大ハドモたちどれだけムキムキできるのか、お目当てのカードは出るのかな、お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この次なんかいるかも。
これじゃあ、これだけ取れてこれ。ヒントレジャー。めちゃくちゃ手が。もし。どんどん疲れてきちゃって、うん、疲れてきたら、うん、やって、うん、
スバル君と予想は疲れるまではたくさんの球をいっぺんに投げると入りやすいというもの。投げ比べてみると、スバル君の言う通りいっぺんにたくさん投げる方が入る個数が多いので効率がいい。はい、スズハちゃんはジャンプで勢いをつけて投げることで強い球が投げられるという予想。試しにジャンプして勢いをつけて投げてもらうと、球まで届く球を投げることができた。投げご覧のスポンサーの提供でお送りしました。これは